ジェフラ・レント・ウイッツはアメリカ合衆国出身のサッカー選手。ポジションは DF。元サッカーアメリカ合衆国代表。2005年 MLS サプリメンタルドラフトの4巡目でニューイングランドレボリューションに指名された。2010年1月21日、チームメイトのウェルズ・トンプソンと共にコロラド・ラピッツにトレード。この取引ではコロラド・ラピッツ側からはプレストン・バーポ。 コリー・ギブス、そして2011年に MLS、スーパードラフト指名権と一般分配金がニューイングランドにトレードされた。2013年1月16日、2013年、MLS スーパードラフト一巡目指名権、外国籍選手枠一般分配金とのトレードで、シカゴ・ファイヤー FC に移籍。2015年シーズン終了後、シカゴ・ファイヤー FC を、 契約満了で退団。2016年1月6日、ロサンゼルスギャラクシーと契約を結んだ。2016年12月、アトランタユナイテッド FC にフリーで加入。2010年12月22日、アメリカ合衆国代表チームのトレーニングに初めて招集された。1ヶ月後のチリ代表との親善試合で代表デビューを果たした。ポーランドにルーツを持つ。 ありがとうございます。